アナフィラキシー、アナフィラキシーとは、原因物質、抗原により観察される準備期間の後、その原因物質が再び生体に接触することで、引き起こされる免疫学的基準による全身的なアレルギー反応。ギリシャ語である、アナ、反抗して、と、ファレイクシス、防御を語源とする。アナフィラキシーによるアレルギー反応を、アナフィラキシー反応。 アナフィラキシーショックという。一方、免疫学的基準によらず過去に原因物質、抗原に接触したことがなかったものにも、同様な症状が生じることがあり、このような非免疫学的基準によるものは、アナフィラキシー様反応というが、アナフィラキシー反応とアナフィラキシー様反応の区別は、実際には困難なことが多く、症状や対処法もほぼ共通することから区別されずに、 扱われることが多い。アナフィラキシーは、アレルゲンの摂取、皮膚への接触、注射や時に吸入により弱気されうる。以下の3項目のうち、いずれかに該当、アナフィラキシーガイドラインによる診断基準より引用し改変。実際には、年齢、性別を考慮し、喘息、パニック発作、失神や類似疾患との鑑別が行われる。症状。 症候には個人差があり、同一患者でも発症ごとに異なる場合がある。アナフィラキシーの症状は、イゲトタのアナフィラトキシンの反応が関与する。これらの物質は、肥満細胞からヒスタミンや他の媒介物質、メディエーターを有利、脱下流させ、さらにヒスタミンは、細動脈の血管拡張や、肺の細機管子の収縮、気管子痙攣、気管の収縮を引き起こす。 ヒスタミンや他のメディエーターは、体の別器官の組織で有利されるが、これらが、血流等を介して、他の部位に運ばれ気管収縮とこれに伴う全命や、呼吸困難、そして、胃腸症状、腹痛、差し込み、嘔吐、下痢などを引き起こす。ヒスタミンは、血管拡張、これに伴う、血圧低下と、血流から組織への体液漏出、これに伴う、 血流量低下を引き起こし、これらが影響して、ショック症状を呈する。体液が肺胞に漏出することもあり、これが肺水腫を引き起こす。アナフィラキシーで見られる症状には、多尿、呼吸困難、呼吸束迫、低血圧、脳炎、失神、意識不明、人麻疹、高長、流類、血管性腐腫やストレスによる、嘔吐、騒用、下痢、腹痛、 不安、血管性の不臭、更新、顔面、首、喉の主張などがある。おかんや旋律などは、アナフィラキシーショックの先具症状である場合がある。死的反応となる呼吸停止、心停止までの中央値は、薬物5分、8から15分、食物から30分との報告がある。アナフィラキシーの症状は、非常に多彩で、全身にあらゆる症状が出現する。 可能性があり、また、アナフィラキシー患者の90%に、皮膚症状があり、粘膜、呼吸器、消化器症状が現れる傾向がある。アナフィラキシーやアナフィラキシー様反応は、呼吸困難、急激な血圧低下、心停止、意識消失などの症状が現れることがあるため、並行して対処が必要となる。アナフィラキシー反応。 またはアナフィラキシー様反応の発言に対しては、アドレナリン、エピネフリンの投与、軌道確保、酸素投与などが行われる。アナフィラキシーへの対応のため学校などではあらかじめ、マニュアルが定められ、例えば、群馬県のアレルギー疾患用学校生活管理、指導表群馬県版では発症の状態観察により、軽症、中等症では患者の安静と内服薬の服用などで対象、 重症まで進行するようであれば、緊急要請として、通報し、救急車を呼び、またエピペン蛍光薬を所持している場合は躊躇せず、速やかに使用るように定められている。また、県教育委員会の配布による、食物アレルギー、アナフィラキシー対応の手引きに従うように、指導されている。アナフィラキシーショックは、愛型アレルギー反応の一つである。 外来抗原に対する過剰な免疫応答が原因で、抗原気球表面の稲がアレルゲンと結合して、血小板凝固因子が全身に放出され、毛細血管拡張を引き起こすためにショックに陥る。8毒、ビーベノム、食物、薬物等が原因となることが多い。アナフィラキシーの症状としては、全身性の人魔神と以下の ABCD、高頭浮腫、全霊。 ショック、下痢、腹痛のうちどれかがある。なお、アナフィラキシーショックは二方性の経過を取るものが、しばしば見られるので、院内で経過観察、約8時間、重症例では24時間をしなければならない。アナフィラキシーは、陰下を介して、肥満細胞が脱下流して起こるが、陰下を介さず、肥満細胞が脱下流を起こす、アナフィラキトイド、ルアナフィラキシー反応と呼ばれる反応もある。 ルアナフィラキシー反応として造影剤アレルギーなどが有名である。その他、アレルゲン免疫療法の副作用、ラテックスアレルギー、高校アレルギー症候群、食物依存性運動誘発性アナフィラキーなど、特異的なアレルギーがあり、アナフィラキシーショックを起こす場合がある。アドレナリンの筋肉注射、商品名、エピペンが有効である。アドレナリン、 ボスミン 0.3mg 筋中、皮下中では、血管が収縮するので作用が遅くなるは、β2 作用で、肥満細胞の脱下流を抑制する動がある。アドレナリンは10分ほどで効果が出るはずなので、反応がなければ2回か3回繰り返すことが必要な場合もある。また、高血圧で、β ブロッカー、稀に、α ブロッカーや ACE 阻害薬でも往復している。 患者ではアドレナリンが効かないことがあるので、この場合は、グルカゴン 1mg から 5mg が効果があり、使用される交換神経を介さず、キャンプを増やすことで効果が出る。ステロイドや抗ヒスタミン薬は4時間くらい効果が出るのにかかるので、救急では使えずに注意が必要であるが、1000円制や二方性の後半の反応を予防するためにステロイドを用いることはある。 また、サバを食べた場合に、アナフィラキシーのような症状を示す場合もあるが、サバの場合はヒスタミンを含んでおり、肥満細胞を介するものではないので、抗ヒスタミン薬やステロイドで十分である。医療従事者による軌道確保、機関相関。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。